おはようございます。速稼塾の久保です。皆さんは儲かる方法とか儲かるノウハウっていうのはね、どのぐらいご存知かなと思うんですけども、ちょっと振り返ってみていただきたいんですよ。例えばこの3年とか5年を振り返って、この方法は儲かったよっていうものがね、もう利益確定しているものがいくつあるかなと思ってみたら、結構ないことに気づくと思うんですよ。例えば暗号通貨ですけども、暗号通貨に取り組んでね、今日の時点で利益確定ができている方っていますかね。私はちなみにですね、ADA は日本円にしてませんので、これはね、含み益であり実質利益ではないんですよ。そして XRP はかなり大量に購入してますけども、日本円にしてませんので、これも利益ではありません。プラスですね、今含み損の状態でございます。その他ですね、いろんなビジネスありましたけども、結局は途中でパーになったり破綻したりとか、なぜかお金が出なかったりとかね、なんかサイトリニューアルですよとか言ってから、リニューアルがもう何年も続いていたりとかして、もう冗談じゃない状況になってると思うんですよ。で、私はその中でね、5年以上続いているものの中に、この例のやつってものがあるよってことをお話しています。例のやつですよね。まあ、これはね、もうね、1年とか2年とか3年とかね、お付き合いしている方っていうのは確かになって思う方もいると思うんですよ。まあ、注意を言うんだったら、これからそれも続くという保証はないということなんで、不確定要素に対して挑戦していってほしいなというところでございますね。その他ですね、毎月毎月入金があるようでも、結局毎月毎月利益が振り込まれてるみたいでも、元金を入れてるって状態はずっと含み損なんだよってことをね、認識しないといけないかなと思います。まあ、例えばなんかのね、投資案件誘われて、最初に100万入りますよと、毎月配当が2万とか3万入りますよって言って、儲かってるようなつもりですけども、これはね、まだまだ全部が完了するまでが含み損という状態なんですよ。ですから、いつね、この元金が持っていかれるか分からない状態ですよね。こういったものに対して挑戦するときに、私がね、いつも言うのは、儲かる方法に乗っかるのが儲ける方法ではないよってことなんですよ。どういうことかというと、自分で稼げる力を身につけない限りは、それはね、ずっと一緒なんですよ。じゃあ、何をもってね、稼ぐ力を身につけるかってことをこれからお話していきます。まあ、例えば私はですね、ビジネスをやっていて、もしくはまあ例のやつでもいいですよ。資金繰りが良さそうに見えると思いますけど、これは何でなのかっていうと、3つの要素があります。1つは、私はね、商品を作る力があるんですよ。こういった動画ってものを通じて商品を、動画という商品を作る力があります。で、次にセールスする力があるんですよ。セールスするためのこうトークといいますかね、喋り方とかね、コンテンツの作り方ですよね。セールスのする力があるんですよ。商品を作る力があって、セールスする力があって、もう一つ、人を集める力があるんですよね。集客力ってやつです。この3つの要素があるんで、私はビジネスもうまくいくんですよ。ただ、ビジネスを今やってるわけではありません。今はこうやってね、フリーな放送してるだけなんで、この私が発信してるコンテンツっていうのは、商品というよりも単なる動画です。動画、無料動画ですよね。これに有料という課金モデルにすることもできるんですけども、私はずっと無料で開放してるってことですね。そして、この無料コンテンツを提供すること自体が集客になってますので、動画をどんどん出していきましょうっていう話をしております。まあ、速稼塾の中にもね、動画をたくさん作ってらっしゃる方いるんですけども、それが集客向けなのかどうなのかっていう意識にたどり着いているか、それに気づいているか、何をやったら集客になるのか、何をやったら集客にならずにただアップロードしてるだけなのかっていうふうなね、その境目をこれから見ていかなくてはならないのかなというところでございます。で、3つ目は、セールスをしていますかってことなんですよ。インターネット活動している人の中でも、なかなか売り上げ上がらないなっていう人の多くがですね、セールスをしてないんですよ。要するに、いくらいくらです、お金をください、振り込み先はこちらですっていう表現をね、全くしてないんですよ。それしなければ入金されませんからね。で、私も入金連絡とかね、あるわけですよ。私の専用のね、速稼塾専用の入金口座って。ただ、それが分かりにくいってことなんですよ。どこにあるのか分かりにくいってことなんですけども、私の速稼塾のホームページにも掲載されてますしね、その他ね、私の速稼塾の更新連絡にも振込口座っていうのを書いてますし、何せ私の方にどこに振り込めばいいんですかって聞いていただけたら、ここですよってお知らせすることありますんでね。そういった意味で、ネットで副業で稼げてないっていう人の中に、これができてないなっていうことをね、確かめる3要素を今日はお伝えしました。1つ目は、商品作る力がありますかってことですよ。どんな人にね、買っていただけるような商品を作っていますかってことです。2つ目、セールスしますかってことです。これはいくらですっていうふうにセールスしますかってことですよね。3つ目は、そもそも人を集めれる力がありますかってことなんですよ。この3つの要素を身につけない限りは、何かに乗っかるしかないというね、すごく不安定要素の多いものをやらなくてはいけないってことになります。で、そこに対してですね、やっぱりね、狡猾な人がですね、集客しなくてもいい、セールスをしなくてもいい、商品作る必要ないですよ、これはいかがですかっていうふうに進めてくるのが、怪しい投資案件だったり、怪しいビジネスだったり、情報商材だったりするわけなんですよ。
もう私の放送見てるからね、そういうのに心奪われることはないかと思いますけども、ぜひねこれから皆さんが活動する中で、あれこんな商品見たんだけどこれはどうですかってことをね、もし私に聞いていただけたら全てをお答えすることができます。それでは本日は以上でございます。皆さん慎重にお金はね、使っていきましょうね。そしてお金を使わないことと使うことをしっかりと分けていきましょう。そして肝心なのは自分がビジネスができるセンスがあるか、お金を稼げるような力を身につけたでしょうか、そんな人生を送っていたでしょうかということでございます。では失礼します。